当たりチャンネルレイディオ。どうもこんにちは、富田です。嘘です。どうもこんにちは、当たりです。当たりチャンネルレイディオ今週も始めていきたいと思います。よろしくお願いします。というわけで、先週お休みして申し訳ないです、一個ちょっと言い訳をさせてください。曜日感覚がなくなってたんですよね。気づいたら月曜日だったんですよ。あれ、そろそろレイディオ撮らなきゃいけないなって思ってふっと考えた時に、今日月曜日じゃねってなって、まあいっかと、まあいっかが良くないんだけどね、もういっかってなっちゃった、ごめん、というわけで今週はしっかりやります。当たりチャンネルレディオ、この当たりチャンネルレディオ僕がただただ喋りたいことを喋るだけの雑談情報番組、ゲーム実況の近況報告や日常の近況報告と合わせて不定期にお届けします。出だしからもうダメですね、今週はしっかりしてられないかもしれない。あれ言った2回言った今言ってないよね、言ってないと思う、というわけで、昨今結構ねコロコロ言っておりますけども、皆さんは無事でしょうか。なんでしょう、一説によると結構皆さんその感染に対するこう意識が高くなって、インフルエンザの、罹患率もだいぶ下がっているという話をどこそかで聞いていると、今まで皆さんは何をやってたんだと、ちなみに僕もそんなに気にしてなかった人です、なんなら今もそんなに気にしてないっていうね、良くないですね、もうどこか人事なんですよね、良くないと思う。はい、というわけで、なんかこう世間ではね、やっぱりこう満員電車とか、でその人の多い場所で咳をすると、もうなんかもう口論になるだのね、この人から文句言われるだの、そういうコロナハラスメントみたいなね、コロハラみたいなことをね、言ってらっしゃる、そういう情報が流れてきてるんですけども、もうなんか窮屈な世の中ですねっていう、そんなどこか人ごとな印象を持っている昨今、皆さんいかがお過ごしでしょうか。やっぱ人ごとじゃないっていう人もねいらっしゃると思うんで、ごめんなさいね、僕のこういう発言がね気に障った方は本当に申し訳ないんですけども、はい、じゃあ今週もね当たりチャンネルレイディオ始めていきましょう。結構やっぱりこう休校が相次いでいて、この2週間の間にその学校休みにするっていう発表もあって、やっぱり僕の甥っ子姪っ子もね小学生ですし、学校が休みになってもう速攻で春休みに突入ですよ。で小学6年生の姪っ子がいたんですけども、ちょっと待ってな、今の違う、小学6年生だった姪っ子がいるんですけども、4月から中学生になるね、危ない、なんか姪っ子がいなくなったみたいな感じになっちゃったけど申し訳ないです、やっぱり暇してるみたいですね、だからこの前も僕の家に呼んで、ちょっと遊びにおいでって言ってね、一緒にずっとゲームしてました。外にも出られないしね、暇ですよね、勉強もねやっぱり退屈ですし、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。やっぱりお子さんをお持ちの、方もいらっしゃると思いますし、どうしてるのかもちょっと気になるところですね、はい、というわけで僕の近況報告なんですけども、この昨今のこうコロナのねあれがあって、行こうと思ってたこうイベントもねもうなくなりそうな感じなんですよね、3月今月からマシンセンターキラメイジャーが始まるじゃないですか、でそのマシンセンターキラメイジャーのヒーローショーが今月から始まる予定だったんですけども、ちょっと危ういなーっていう感じですね、でそのためにちょっと休みを取っていたんですけども、さすがにこの情勢だとちょっとないかな、4月5月かな、5月ぐらいになったらどこかで事態が収束するのかしないのか、
まあ、様子見つつではありますよね。うん、皆さん一人一人の意識がこの収束に向けてちゃんと持っていけるのかどうかっていうところに関わってくると思うので、うん、僕も人ごとにならないように気をつけたいなと、うん、思っている次第であります。ただどうやってもマスクが手に入らないよねマスクがどこ行っても売ってないんだ。これはもうどうしようもないですよね。マスクどうしようもないですよ本当に。で消毒とかもねないし、除菌のウェットティッシュにしろそういうアルコールにしろなんもないからさ、どうしようもない、はい。というわけでここでじゃあいつちょっとお便りいただいております。あのコロナに関係するお便りはないんだけども、翔さん男性の方、突然ですが成り行き氏は恋をしたことはありますか？ありますよ、僕はこの3年間ずっと同じ人に恋をしています。僕も成り行き氏と同じで結婚願望などなく、ましてや子供が欲しいなんて思ってもいませんでしたが、不思議なもので恋をするとその人と結婚したい、子供が欲しいと思うようになってしまいます。脳科学者の中野信子さん曰く、恋愛とは種の存続のために人間の理性を遮断する装置だそうです。子供を産むというとても負担のかかる行為を恋愛という脳を麻痺させる装置によって実行させる。だから例えば小学生の女の子がクラスの男子に恋をするなんて可愛らしい出来事も、つまりはあの人の子孫を残したいという人間の本能が働いて脳を麻痺させているのだとか。性教育レイディオとして恋愛というのも忘れてはならないテーマではないでしょうか、とお便りいただいております。ありがとうございます。いや全くその通りだと思いますよね。うん、皆さんはどうですか？恋してる？いいですね恋、まあそういうなんか僕のこういうラジオね、まあ僕の30代のおじさんレイディオですよ。やっぱりまあ恋なんていうのはねやっぱ程遠いテーマではあるんですけども、まあ、でもこれを聞いてる皆さんもやっぱりどこかのねタイミング、人生のタイミングで恋愛してきたと思います。まあ、この翔さんがね今回こうお便りで持ってきていただいたこの恋愛というものは、まあ、人間のね種の存続のための本能であるというところで、まあそうでしょうと思いますよ。だって思い返してみると、ね、やっぱ小学生の時とかさ、やっぱ運動できる人、運動できる男子ってモテたじゃないですか。足が速いとかスポーツができる、ね、サッカーがうまい、バスケットがうまいとかね、そういう子がやっぱりモテたじゃないですか。モテたんですよ僕が小学生の時は。今わからんけど、やっぱ中学生になってくるとやっぱちょっと悪そうなやつね、モテた、あの喧嘩しそうなちょっと悪そうなねやつがモテたんですよ。でやっぱりこう社会人になってくると収入があるとか、社会的地位があるとかね、そういったところ、あとコミュニケーション能力があるとか、そういったところでやっぱりモテる人っていうのはできてきますよね。なんでそういったこうモテるっていうのが出てくるかって、今このね翔さんが言っていらっしゃったように、やっぱりこうなんだろう、種の存続というか自分の子孫を残したいっていう本能から考えた時に、やっぱり強いオスじゃないですか。やっぱりモテるのってどの動物の世界でも多分同じだと思いますよ。強いオスがモテるんですよ。で、その人間っていうのはやっぱりコミュニティ社会ね、そういう生き物ですから、コミュニティ生物ですから、やっぱり自分の属しているコミュニティの中で強いオスを探すわけですよ、ね、小学生の時なんかはもう明らかにこう運動ができるやつ、ね、体が強いオス、ね、を女子は欲しているわけですよ生々しいな、小学生生々しいな、
体の強いオスを女子は欲している。ちょっとなんか生々しい話になってきたな。まあでも中学高校もだってそうでしょうね。体の強いオスを欲しているわけですよ、中学高校、ね、JC、JK は。生々しいな、ね、やっぱ社会人になってくると体の強さって割と二の次だったりするじゃないですか。もちろん体が強いっていうのはすごくアドバンテージだと思うんですよ、ね、それこそ自分の子供ができた時に健康な子供が欲しい、ね、やっぱり病気になりにくい、ね、やっぱり危機的な状況においても生存率の高い男子ってなってくると、やっぱり体の強い男、オスってなってくるんですけども、それとはまた別の考え方で、さっきも言ったコミュニティ生物ですから、そういう人間社会で生きていくためには収入、ね、そういうお金を稼げるオスの子供が欲しいって考えるのはやっぱ自然なことだと思うんですよ、ね、そのためにやっぱり収入のある男子、オス、それがコミュニティの中では強いオスになるわけですよね、うん、まあこういう考え方って、まあ、多分やっぱり誰もが一度はたどり着く心理みたいなところだと思うんですよ。男子にしろ女子にしろね、やっぱ強いオスってそういうことっすよねみたいな、なんかそういう心理みたいなものにたどり着くと思う、うん、あとはなんだろう、よく言われるじゃないですか、子孫を残すために自分の遺伝子と遠い遺伝子を持つ異性に惹かれる。これ割とその女性に多いのかな、そういうのを見分ける能力が、能力を持っているのって、うん、やっぱこうよく言われるのは、女性は匂いでそういう遺伝子を嗅ぎ分ける能力があるってよく言われるじゃないですか、ね、これやっぱりこう人間のこの体の構造として当然な部分ってあると思うんですよ、ね、女性はだって同時期に一人しか子供を作れない、ね、男はもうだってばらまけるから種を、ね、あれこの話もしかしたらレイディオで一回したかもしれない男はばらまいてなんぼなんですから、うん、ね、そういった意味でもうあれなんですよ、もう人間社会ではもう男性は本能的に女性に選ばれてる、ね、選別されているですよ。ということはだ、今年で35歳独身になる当たり成り行きね、なんて言うんでしょう、生物としては弱い悲しい現実を突きつけられてしまうな。うーん、弱いです、弱い、弱くてなんぼよ、弱くてなんぼの雑草魂、うん、何を言ってるんだ。うん、実際このさ、この匂いとかでこの嗅ぎ分ける能力みたいなのってあんまり自覚がないし、多分男性に聞いても多分ピンとくる人っていないと思うんですよね。どうです、わかるかな、わからないと思うんだよな。わからない、でもまあそのなんて言うんでしょう、やっぱり男としてもだよ、やっぱりこうモテる女子っていいんですよ、うん、そのやっぱり自分が属しているコミュニティの中でモテる女子っていうのはやっぱり男性から見ても魅力的なんですよ。でね、しょうがないです、モテる女子の子供はだってモテるでしょ、うん、モテる確率が高くなるでしょ、ということはそういったこの子供を作りたいって思うのはやっぱり男の本能だ、うん、だからやっぱりもう、あ、モテる女子、これ以上はやめよう、うん、モテる女子とね、モテる女子ともまあちょめりたいっていうのはね、うん、ちょめりたいっていうのはやっぱり
男の本能ですから、うん、まあ機関棒がねやっぱりちょめりたいってなる、うん、まあそれが恋愛かどうかってなるとやっぱりちょっとね、まあ、直結する部分もあるししない部分もあるし、うん、やっぱり人間ってこうね理性を持っているものだから、うん、やっぱりこうね、あ、まああるわけですよ、うん、でもやっぱり小学生の時はやっぱり顔が可愛い女の子がモテるよね。ああそれはもうしょうがないと思うんだよ。だって顔が可愛い女の子の子供はだって可愛くなる確率は高くなるんだもん。それ仕方ない、仕方ないです。それはもうだって生物として強いメスだからね。で中学高校になってくるとやっぱりおっぱいの大きい女の子がモテるんですよ。わからんけどそれはちょっとわからんかったな。僕はあまり自覚ないかもしれない、うん、おっぱいの大きい女の子がモテた記憶はあまりないかもしれない。でもやっぱりね、中学高校の男子からしてみればやっぱりおっぱいの大きい女の子はやっぱり魅力的に映ると思うんですよ。それしょうがないです。見た目から、見た目でだってもモテる女子だもん。それはもう武器ですよ。強いメスですよ。うん。やっぱりで、あとやっぱり社会人とかになってくるとね、やっぱりちゃんとモテる女子。うん。人間社会のこのコミュニティの中でしっかりコミュニケーションを取れて、しっかりこう男性から好意を寄せられる女子。ね、っていうのはやっぱり魅力的に映るわけですよね。うん、そりゃあもうだって浮気も不倫もしたくなりますよ。うん、浮気や不倫を擁護するわけじゃないけどもね、うん、例えば結婚していたとしてもやっぱり身近にいるモテる女子っていうのは魅力的に映るっていうのもしょうがないと思いますよ。うん、不倫反対。はい、この話はこれぐらいにしとこうか。皆さんの、まあ、身の回りでもね、モテる男子、モテる女子っていうのがどういう人だったかっていうのもね、ちょっとご意見もお寄せいただければこれ幸いでございます。よろしければお便りいただければと思います。はい、というわけで、お便り一通いただいております。河内のおばちゃん、女性の方、あたりさん、こんにちは。こんにちは。花粉メガネが飛ぶように売れているそうですが、あたりさん自身は花粉症とかアレルギーはありますか？私は雨の日がなぜか鼻や目がムズムズします。そしてコロナウイルスももちろん心配ですね、とお便りいただいております。ありがとうございます。僕自身はその花粉症は今のところ発症していないですね、うん、多分まあ20代半ばまで北海道で暮らしていたっていうのも多分大きいと思うんですよね。あっちあんまり花粉、なんかこう特定の花粉しか飛ばない、白樺花粉だけだったような気がするな。なんかスギ花粉とかって北海道なかったような気がするんですよね。ないというか、まあ、少ないというか、だからあんまりなんか北海道で花粉症になってる人ってそう見ないような気がする。うん、いるにはいるけどね。うん、でもその関東ほどひどくはないっていうイメージがある。だから僕自身もなんかそんなにその花粉症まだ発症してないなーっていうのはありますね。ちなみに妹は花粉症です、うん、だから僕もいずれっていうところあるかもしれないね、うん、あとアレルギーなんですけども、これアレルギーなのかどうか分かんないんだけども、ナス、うん、ナスがねちょっともしかしたらっていうところはあるかもしれない、うん、なんでかっていうと、ナスを食べると口の中が痒くなるんですよ。舌がこうピリ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 ってするのと、あの口の中がなんかこうムズムズするというか、ピリピリするというか、そういう感じがすごく出るんで、なるべくナスを食べるのは避けますね。なんかこうこれアレルギーなのかな。多分ナスを食べて口の中が痒くなる人ってそんなにいないと思うんですよ、うん、だから多分僕が多分アレルギーを持ってるのかなって思うのが多分、うん、なんか正論じゃないんだけども、まあ妥当なところなのかなっていうところで、ナスは多分アレルギーかな。うん、あとは特になんかこれといっ
ったアレルギーは持ってない気がする、うん、小さい頃はね猫アレルギーがあって、今はそんなんでもないかな、克服したのか、まあ体の免疫が強くなったのかわからないんだけども、うん、猫アレルギーはちょっとあったかな、うん、で小さい頃は若干喘息の毛があったぐらい、今もたまにこう激しい運動した時とかにちょっとなんかこう息苦しくなったりはするんですけども、まあそんなにこう顕著に喘息が出てくるってことはないかな、うん、でもねアレルギーでいう、アレルギーというあれでもないのかもしれないんだけども、よくなんかこう最近言われだしたこの寒暖差アレルギーとかってあるじゃないですか、ああいうアレルギーまではいかないんだけども寒暖差に弱いっていうのはあるかな、うん、急に冷え込んだりとか急にこう温度のこう上げ下げが激しくなる時ってあるじゃないですか、今日暑い今日明日寒いその次暑くてその次寒くてみたいな、こう揺さぶられるとね体調崩したりとか、うん、季節の変わり目なんかにこう体調崩すとかねよくあるんですよ、まあ体力がないとかね免疫力がないとかっていうのは自覚しているところなので、やっぱりなるべくこう運動なんかをするようにしてねこう体力をつけようとは思ってるんですけども、まあなかなかうまくいかないっていうのが今の現状、まあ体調は崩しがちです、うん、弱い体弱いんだよな、どうにかしたいんだけども、どうにかいい方法があれば教えていただければと思います、水素水飲んでいこうかな、というわけでお便りでした、ありがとうございます、うん、他には特にお便りはないかな、うん、はい、というわけで、じゃあゲーム実況の近況報告いきましょうか。継続してプレイしているゲームとしてはポケットモンスターレッツゴーピカチュウ、ビヨンドトゥーソウルズ、そしてドラゴンクエスト、龍が如くセブン、光と闇の行方、この4本となっております、ちょっとね動画出すペースがね遅くなっているんで、ちょっとどこかでこう巻き返していこうかなと思っているんで、よろしければ見ていただければと思います。高評価お待ちしてます、高評価していただければと思います、よろしければポチッとしていただくだけ、ポチ、そのポチをできるかできないかの境目ってちゃんと動画を作れているかどうかというところだと思うんですよね、実況が終了したゲーム、そして実況を開始したゲーム、これは特にございません。やりたいゲームが多くてね、もう後ろが詰まっている状況でございます、はい、というわけでここで一つお便りです、はい、バリトンジェルさん男性の方、ゲームのリクエストなんですが、集まれ動物の森とかマインクラフトとか、自分でアクションを起こさないと始まらないまったりとしたゲーム実況も見てみたいですと。来ましたね、来ましたね、マインクラフト、僕毎回動画の概要欄にリクエスト投稿フォームっていうのをつけてるんですよ。で、まあ、たまにこうマインクラフトがねこう来たりするんですよね。そのたんびにマインクラフトもいずれできたらなぁなんて思ったりしているんですけども、今更マインクラフト始めてもなぁっていうところもありますし、いやかといってね、まあリクエストを無視するわけにもいかないんで、どっかのタイミングでマインクラフト始めようかなとも思っている、言うだけはただ言うだけはただです、で、まあ、あとは動物の森もね、動物の森もねやりたいよね、あれすごい楽しそうじゃん。ようやくこのなんだろう、据え置きのゲーム機で動物の森が出るって結構長年出てなかった気がするんだよね。長年こう携帯機だった気がする。あ、でもそれ飛び出せだけか、飛び出せで 3DS で、その前確かゲームキューブとかか、分からんけど、でもね、そう、こういう
ね、このバリトンジェルさんが言うみたいに、自分からアクションを起こさないと何も始まらないゲームってあんまり僕やらないんですよ。なぜかっていうと、僕ね、想像力がないんですよ。想像力がなくて、自分からこう何かを企画して何かを始めようっていうのがすごく苦手なんですよね。だからマインクラフト始めても多分ネタ切れになると思うんですよ、すぐ。何しようかなみたいな。だから、まあ、どっかのタイミングで何かしら始められればなと思っている次第であります。やるとしたら多分プレイステーション4か、出てるプレイステーション4で出てるかな、分かんないけど、ニンテンドースイッチでもできるでしょ。まあどっちかでやろうかなと思っているところです。まあ期待せずにお待ちいただければなと思います。はい、というわけで、まあこういったリクエストなんかもね、お寄せいただければ、まあできそうなものはできそうなタイミングでやろうと思っていますので、よろしくお願いします。というわけでお知らせです。このあたりチャンネルレディオでは皆様からのお便りを募集しております。この雑談の感想やゲーム実況の感想、そしてリクエストなどなど、この動画の概要欄の投稿フォームからどんどん送ってください。採用された方には素敵なプレゼントをご用意しておりませんので、私からの投げキス。今週お寄せいただいたのは3通お便りいただいたので、ありがとうございます。そんな感じで皆様からのお便りもどしどしいただければと思いますので、よろしくお願いします。それではあたりチャンネルレイディオ第79回か80回、ご視聴ありがとうございました。それではまた次回、バイバイ。